トリーです。赤さんです。今日もマインクラフト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。今までカツカツだった食料事情、解決しました。干した腐った肉を食べたもんな。干せば何でも美味しくなるって椎茸が言ってした。椎茸は水で戻せ。食料ですが、まず小麦を回収。アロアイピ、なんだこいつは、アジンか。アジンではないと思いますけども。ピナコラタ。英語の最初の文字だけで判断してるな。ピラーナ。このプロメア、プレイヤーが外だろうとところ構わず襲ってくるのか。危ない魚といえばサメかピラニアかのどっちかを思い出すほどには有名だけど、キモい。ピラニアもいるのか。やはり海は恐ろしいな。セイボーブ見ててよかったな。食事の話に戻しまして、まずはこうやって小麦を大量生産します。そしたらこの小麦を豚にすりつぶしてもらいます。ジャストアモーメント。小麦粉が完成します。小麦粉を直に持つモサクラクター。できた小麦粉を水もつけず練らずそのままかまどへ臭灰になるのでは。超エキサイティン。味がなければ栄養もないので食事による恩恵は空腹ゲージの回復しかありませんが、まあ序盤はこんなものだと思います。もっと栄養を考えて食べるとライフの上限値が上がるっぽい。前回新しい時代に突入したわけですが、まだゼロの時代のアチーブメントが残っています。このアチーブメント、必ずしなければいけないというわけではないんですが、動画時間確保のためにやろうと思います。まずはこれ、バレルを作れ。できました。材料が木だけだから簡単に作れるな。次はこれ、プレス機、圧縮機とも言う。できました。このアイテムは何が作れるのかな？鉱石を圧縮して鉱石ブロックができるらしいけど、今のところ使い道はないかな？でも使ってみたいので労働力を提供してもらいます。さんおめでとう。ハイクビナは2世代揃って労働、いいね。でも子供が親から離れない。親子の愛情、いいね。よって今回は特別に私の馬を走らせます。このプレス機馬用のだからこっちが普通なんだけどな。さてここに小さな木、これをプレス機に挿入。みんな回ってるな。お、できたのかな？これで普通の木炭の出来上がり。うん、使い道ないな。でも実績は解除されませんでした。なぜなのか。次の実績はこれ、ボスバトル？ついにボスと戦う時が来ましたか。ボスを倒して強めの弓を手に入れろ、ということらしいです。弓ってことは遠距離攻撃をしてくる敵なのか。このボスを召喚するにはセレモニーを開催しなければなりません。セレモニーの曲にホイホイ散られてきたボスをボコすんですね。わかります。そしてこれがそのセレモニーの合図。左のチャイムは持ってるけど、右の骨みたいな楽器はないな。イーグルホーンホイッスルなるアイテムのようです。イーグルか、名前の通りイーグルから手に入るアイテムを手に入れないといけないんですが、秘宝、イーグルを呼ぶのにパロットが必要。パロットというと、こいつか。このパロットの近くで、特定の演奏をするとイーグルに変身するようですね。パロットの生息地といえば、ジャングルか。つまり、ボスを討伐するためにボスを召喚するためにセレモニーを行うために楽器を作るために鳥を探すためにジャングルに行く。ということですね、紛らわしいわ。なかなか面倒だな、回りくどい。ということで、遠征開始。台車の接続方法がわからないから今回も馬と二人で出発。鳥の前で演奏しないといけないので楽器と、食料としてパン、あと剣やシャベルなどの各種道具と、地図を持って出発。この世界、川の量が尋常じゃなく多いからこうやっていちいち馬から降りないといけないんだよね。馬を降りたら透明になるバグがあるからできれば降りたくない。あ、そうだ。どうせなら持ち運び用の寝巻きを持っていこう。それがあればどこでも寝れるから安心である。うわー、ピナータだー。だからついさっき出てきたばっかりだからもう取れ高オッケーだから、皮怖すぎだろ。ピラニアに加えてサメもいるから中はなのに。うまさー、走るついでに水の上も走ってくれないかね。一時帰宅。これがスリーピングマット、簡易版ベッドといったところだな。今回もお世話になります。村があったよ。以前見つけた村ではない村だな。この世界、村がたくさんあっていいね。何がいいのかはわからないけど、村があるとそれだけで活気づくよね。まあ嘘だけど、多分今後お世話になることはないだろうけど、念のためマーキング、マークをつけるのはタダだもんね。てかこの村、へんぴへんぴもいいところ、なんでこんなところに作った？この世界の村、川に領土を広げがちなところあるよな。川が多いのが悪いのか、わざわざ川に家を作る村が悪いのか、これってパラドックスってやつになりません。なりません。そっか。
マイクラ初心者の方ですか？バカにするのもいい加減にしたまえ、そんなわけなかろう。マイクラ初心者じゃなくてゲーム初心者だ。そっちかー。ただただ馬のジャンプのバーのタイミングが苦手なだけなんですけどね。リズムゲームは苦手なところ、ありますあります。え、そこでミスする？え、そこでミスする？結果的に登れればいいんです。少し歩いたら、もみじが見えるバイオームにやってきました。ちょっと高低差があるけど、動画的に見栄えがあってよろしい。気代わりと邪魔だけど、動画的に見栄えがあってよろしい。さらに少し歩くと、不思議な建物がありました。これは建物というより、小屋だな。焚き火もあるからそんな感じかな？見つけた家は壊すってアナイアレーションで学んだので、壊します。住居なんてなかった。少し歩くと、とんがりコーンを重ねたみたいな形の木を見つけました。ツンドラバイオームというやつかな？質感は、どこにでもあるな。この世界、意外と高低差が激しく、移動するには不向きのようです。飛行船とか作れないかな？馬って意外とタフなんですね。体力も高めだから多少無理しても自動回復するからゴリ押しできるな。ってここにもピラー。修正めんどくさい。しかも3匹、これは厄介。ああ、完全にこっちをロックオンしてる。こういう地味な妨害面倒なんだよねは。始めて40分くらい経過しました。なんかもう隕石みたいなのが見えるところまで来てしまったぞ。この世界、ジャングルある？お、なんかまた新しく建物発見。荒らさなきゃ。先住民いない？ほんとだ。こんなところで一人暮らしなんて、村八分でもされたのかな。でもちょっと入り口が狭いですね。入り口が狭いと不便そうなので広くして差し上げますね。出先でリフォームできるように斧持ってきて正解だったな。取引内容は、いろんなアイテムをお肉と交換してくれるだけでした。しょっぱい。村人が後ろで隠していた棚の中もいいものはありませんでした。折れたスピアとか、捨てろよ。でも折れてない新品のスピアがあったので、強奪します。この世界、どうやら南に行けば行くほど暖かいバイオームが生成されるようになっているようなんですね。そしてここはダークオークバイオーム。イメージ的には暖かいところだな。もうすぐジャングルと出会えるんじゃね？雪降ってるんだけど、なんでしかも溶けない氷とかいう珍しいブロックあるし。そろそろ出発してから1時間半経つので、ジャングルに出てきてほしいマジで。早上がり。残念、犬乗って行ってません。ババ抜きで犬言わなくない？ちょっと待って、ゲーム見て。逃げるな、これは。四角いジャングルだー。節3時間、ついに見つけました。最近はゲームを2時間もすれば疲れてくるのに、3時間はただの供養だったマジで。鳥見つけたー。おお、これでイーグルが召喚できるのか。とりあえず逃げないように蓋をしまして、セミの準備をしまして。イーグルダンス、スタート。あれ？もう一回。おい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 、3時間迷いながらここに来て、セレモニーが成功しないとかま？とりあえずお酒飲んできます。待て待て待て。じゃあどうするんだよ。一旦拠点に戻っていろいろ準備してくる。そーん。準備できました。よし、それじゃあ演奏してみよう。いざ。なんか曲からしてイーグルじゃなくてドラゴンが出てきそうな気がするけど、気のせいかな。これでイーグルのホイッスルが作成できるぞ。
やったー。苦節5時間くらい、成し遂げたぜ。おめでとう、あとは帰るだけだな。そんな目で見ても帰らないといけないぞ。今回は6時間ほどかけて、このホイッスルを作りました。次回、これでボスを召喚し、倒したいと思います。そういえばこれまだ準備段階だったな。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。